ということで、今日はなんと動画のコメントで時々書いていただいているマッチ酒井くんがスタジオに来ていただきました前で座って見てくれてます、はい、そうですか。あとは何、どういうあの動画にコメント入れたりするの？どういう動画、うん、基本的にそうっすね、まあ、ホワイトベースさんの動画とかにコメント入れたりするの？たまに入れてます、うん、でもすごい尊敬します。あ、尊敬してる。同じバイク乗りに同じバイク乗りに、だって君だってまだもし、あ、免許は持ってんの？あ、原付の免許。あ、原付の免許持ってるの、すごいね、大きく出た。同じバイク乗りとして同じバイク乗りとしてすごく尊敬してます。あ、そう。え、でもあれなんでしょ、この本買ったんですか？あ、いや、その本じゃなくて、とりあえずバイクに、とりあえずバイクに乗れば。そうか、そうか、そっちの本はまだ買ってないです、うん、あ、そうなんだ、はい、じゃあ、今度トルーパーツ騒ぎ来たらとりあえずバイクに乗れにサインしてもらえないよ。じゃあ二宮さんって、じゃあ自分の、友達とかに、はい、ホワイトベースさんを知らない友達とかに紹介するときに、はい、ホワイトベースさんってどういう人なのって聞かれたらなんて答える？いや、バイクの紹介とか、うん、あとはまあいろいろナイフの紹介とかしてる、うん、ナイフの紹介、サバイ、何？ナイフの紹介、サバイバルまで見てるの？これまで。あ、それ見てます。あ、そう、すごいね。あ、これこの間川魚を釣るっていう動画に出演できた。見てねえじゃん。それ見てない。すみません。川魚の釣る。そうそうそう。家帰ったらあります。そうです。学校は男女共学？あ、そういうことですか。うん、あ、共学です。男女。席はさ、前から何番目なの？席は一番後ろです。野球部が2人と、あと野球部がまあ前に2人ぐらいいるから、うん、もう黒板の字が見えないんですよ、こういうこう身長高いからこう横にこう一生懸命こうやってくれてますけど先生の黒板の字が見えない。そうです。担任は3年間同じ。あ、3年間同じだった。3年間同じ。学校の先生な。学校の先生ってさ、はい、でもさ、俺もなんか学生の時さ、はい、いっぱいなんかこう理不尽な先生いっぱいいたわけ。ああ。いじめられてるのを見過ごしてしまいました、すいませんでしたつって先生が教壇で謝られたいそういうの嫌じゃない？そういうのそういうの見たくないでしょ。そうそうそう、だったら、ね、その先生を上に立つものとして中身の伴ったことをやると、うん、いうお話先生にディスられたもん。山中が珍しく当てたぞ。